怖くないですか。どう、はい、どうもレジェンドです。ピッタンです。ブーン、プシュー。はい、というわけでですね、皆さん早速ですけど、 K-POP アイドルってご存知ですか。レッツゴー、フィンフィンチュンフィン、ダイナマイ、ウォー。韓国とかのね、アイドルグループを K-POP アイドルって言うらしいんですけどね。まあまあまあ、僕ね、見てもらったら分かると思うんですけど、ベースがかっこいいんで、ウィッグとね、メイクでね、本格的に K-POP アイドルをね、目指しちゃおうかなと思って。やっていくよ。はい、ってことでね、まあ、早速セットを始めていこうと思うんですけど、本日使用するね、ウィッグはこちらですね。まあまあ今日目指すね、まあアイドルの名前なんですけど、皆さんご存知かな、まあ、テテって言うんですけどね、テテ is my friend, my friend。 今日はね、このね、ウィッグをかぶってテテっぽくね、変身していこうかなと思って、画像でテテ見てきたんですけど、まあまあ、まあ、慣れそうだなと思ったんでやっていくよ。はい、というわけでね、今ベースメイクが終わったところなんですけど、あの前回の女装の動画とかでもね、下地だったりベースメイクはね、やっぱやってるんで、やっぱ似たような動画をね、皆さんに見せるとやっぱ面白くないんでね、まあ、今回は僕からのね、まあ、気配りってことでね、まあもうすでにね、正直イケメンなんですけど、これからもっともっとね、イケメンになっていこうと思うんで、じゃあ次の工程に行きたいと思います。また女性ファンが増えちゃうな、困ったな。また女性ファンが増えちゃうな。じゃあ今からね、アイシャドウをしていこうと思うんですけど、こうまあ俺がアイシャドウしてる映像をこう皆さんにただ見てもらうだけだったらね、ちょっと皆さん見てる間暇じゃないですか、完成するまで。みんなにね、話すことをね、まあ企画を考えるときにね、まあ軽く24時間くらいかけてまあ考えてきたわけよ。気づいたんですよね、特にないなーと思って。水のように優しい。ってのは冗談でですね、まあ前回の動画もそうなんですけど、やっぱりね、若ハゲイコールレジェンドみたいな感じで、こう若ハゲのコンテンツの動画だったりをね、たくさん今まで投稿してきたんで、やっぱそういう動画が見たい視聴者の方とか多いと思うんですよね。なんかレジェンドメイクとかいいからさ、もう早くハゲ動画出すよみたいな。ハゲ動画見たい、ハゲ動画見たい、ハゲの動画出さんと大きい声出すで、水のように優しい。みたいな感じでね、まあそういう視聴者の方もね、おられるとは思うんですけど、わかるよ、わかるよ、あなたの言いたいことは。まあ今ね、レジェンドというね、コンテンツをね、いろいろとね、皆さんに PR してる途中なんでね、やっぱりもうレジェンドええやんみたいな、レジェンドなんか髪の毛の動画じゃなくてもおもろいやんみたいなをね、ちょっと押していきたいなと個人的に思ってるんで、まあこういうね、動画もたまにはいいかなと思って、まあ今日はね、僕のメイク動画に付き合ってくれると嬉しいです。まあ何ってね、モテたいんでね、僕も。レジェンド君かっこいい、レジェンド君メイクしてるめっちゃかっこいいみたいなね、撮りたいなと思ってて、まあ冗談ですけど、はい、話しながらしてるんでね、あれなんですけど、適当にしすぎちゃったかな。ちょっと待って、いつも言うんですけど皆さんに、僕あのメガネかけないとほぼ見えてないんですよ。ただまあメイクでメガネかけたらできないじゃないですか、なかなか難しいっすよね。ちょっと集中するんでちょっとだけ時間ください。ちょっと待ってて、すごいな。というわけでね、まあ、やっとね、アイシャドウが終わったんですけど、まあ、一個ちょっと気づいたことがあるんですけど、ちょっと一個だけいいですか？あの、かっこよくね、普通に。おい！スタッフー！タタタタッフー！なんか、イケメンじゃね？髪型とかもさ、ヘアバンドみたいなんで、今、ちょっとハゲが隠れてるっていうのもあるかもしれんけど、なんかこういう髪型にしたら俺かっこいいんじゃないと思ってて、なんか、韓国っぽくね、このなんか目の感じとかも。これ完全に俺んしよ、こういう K-POP アイドル。ちょっと、レジェンドって名前で K-POP アイドルデビューしようかな。ダイナマイ。おぉ。レッツゴー！ヒッポッキッポッダイナマイ！おぉ！ファイジョポッド！CD 買ってください。次なんですけど、まあ十分イケメンですけどね、まあちょっとイケメンに磨きをかけていくってことで、とりあえずこちらでアイラインを引いていこうと思います。やっていくよ。アイラインはね、だいぶ集中してるんで、ちょっとなかなかお話が。聞いた。やっぱ集中しないとこうなるんで。で、まあまあまあ、ここのね、目の周りにこう、塗っていくんですけど、わかるで、今日はなんかレジェンドおもろいこと言わんなって思っとると思うんだけど、あ、言わしてほしいんだよな。集中してるんで俺も、なかなかね、こうなっちゃうからね。集中していこう。まあ、この動画をね、投稿した頃にはね、まあ、韓国のアイドルグループのね、有名な、BTS に入らない気にみたいな感じの DM とかがね、多分、少なく見積もっても1000通ぐらいは来ちゃうと思うんで。皆さん、僕にサイン書いてもらうならね、今のうちですよ。動画見ながらやると無理なんで、鏡見ながらさしてください。はい、というわけでね、まあアイラインが終わって、ちょっとマジ、ちょっと何回も言うけどごめんな、めっちゃイケメンじゃん。
次はね、こちら涙袋をね、これで描いていこうかなと思います。韓国の人とか見ててもここすごいやん。ここはだいぶ強調されてくるな。これすごいな。これ塗るだけで見てください。これ目めっちゃ大きい人みたいな。化粧すごいっすね。まあベースがかっこいいんで、まあ当然の結果っすけどね。今ね、涙袋が終わってこんな感じっすね。あれだよな、もうなんか言わずもがなっすね。あえて言わしてください。かっこよすぎて。まあ次ね、眉毛をね、描いていきたいと思います。眉毛はね、まあもうこうちょい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 ってこう、僕のね、立派な眉毛にこう、足していくイメージ。なにこれ。え？こんなことなるんだ、眉毛なんて。なんか、筋肉。なにこれ。これ、あ、使い方間違えたかな。なんかこれ見て。ほら、これ、なんか。ポン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 みたいな。これでね、こんなんだって眉毛。あんま化粧やらないんですけど、多分なんか壊れてますね、これ。これ女の人爆笑してるだろうな、ね、ちょっとよくわかんないですけど、完成ってことで。はい。完成でーす。はい、じゃあ次ですね。次ね、こちらですね。イップ。韓国の人ってなんであんな唇の血色いいんだろうな。絶対メイクしとるじゃない。あのまま僕の可愛い子のアヒル唇をね、誰の歯が黄色いんじゃ。そうだったら。完成でーす。はい。というわけでね、これでね、すべての工程が終了しました。まあ見てもらったらわかると思うんですけど、もうカツラ被る前からね、もう普通に BTS にいそうなぐらいね、ちょっとイケメンな感じに仕上がっちゃったんですけど。まあ、こっからなんで、おでこまでね、グッと。というわけでね、こちらの K-POP っぽいカツラを被ってね、ガチイケメンに変身しちゃおうかなと思うんで。やっていくよー。これなー、ちょっとな、あれなよな。ちょっとサイズがね。あ、これいい。これすげえいい。これメンズ用だぞ、これ。K-POP じゃない、これは。え、ごめんなさい、なんか K-POP どんな感じなの。こんな感じか。 K-POP ではないぞ、これ。困りましたね、やばいわ。ただの勘違いしたやつみたいになっちゃったんで、まぁ、ちょっと今ね、完成形をいろいろ見て気づいたんですよね。前髪がね、ちょっとこのウィッグ長いんで、前髪が長いっていうか、俺の顔がちっちゃいんだけど、俺の顔がちっちゃいんだけど、マジでな、ちょっと前髪が長いけ、これちょっと普通に。もうちょっとこう、K-POP アイドルって前髪短いやん、こうわかる？なんか、眉毛の調子とこの辺やん。ちょっと今日はセルフカットしてね、いい感じに仕上げて完成させていこうかなと思うんで。これカツラ1個しかないんでね、ちょっとガチなんで。いいよね、カツラは。なんかこう、自分の髪が伸びたかのような気持ちになる。大変なことになってきましたね。あ、いいよ、いいよ、いいな、いい、ぽくなってきたと思う。こういう感じだろう、多分。これをちょっとこう、アイロンしていいんかな、これ。ちょっとよくわからんけど。少々お待ちくださいね。はい。というわけでね、今ね、説明書見たらね、アイロン使っていいらしいんで、100度までなら。今、80度で設定したんで、80度でね、こう、感じだろう、多分。俺もうまく説明できんけど、こう、スパイラルみたいな感じにしたいわけよ、俺は。くるくるくる、みたいな。いいっすね、なんか自分の髪の毛じゃないんで、こう、躊躇なく、傷つけることができますね。全然負けれんけど、80度。やる気あるんか？厳しい。ここはでもなんかちょっと後ついて、あ、いい。向きがダメなんだな、こう。こう向きにしようか。うち。まあ、今のうちにね、僕のファンの方は、そしてね、待ち受けしていただけるとね、嬉しいし。まあ、いいことが起きるんでね。こんな感じだろう。韓国っぽくない？そうでもないか。目が見えんけな。長いわ、普通に。どう？なんか。濃くなってきたと思うんですけど、僕だけですか？これアイドルじゃん、これ。どう？ちょっとステージとかでも髪濡れちゃったみたいな、こんな感じだろ。イケメンってのは罪だな。普通にかっこよくないですか？どう？なんか K-POP アイドルっぽくない？というわけでね、ただのイケメンになっちゃったかなって感じなんですけど、まあ、最後ね、 K-POP アイドルっぽいとこをね、フェンチュンフェンチュンダイナマイト、ウォーウォー。はい、というわけでね、皆さん、まあ多分この動画がね、 YouTube に上がってるってことは、多分まあ僕にね、韓国の、まあ、アイドルグループから DM が殺到してる頃だと思うんで、はい、最後にね、皆さんに韓国語でこのセリフだけ伝えて終わろうかなと思うんで、クンジョンジョンゴーガッチャー。 K-POP アイドルを目指し大変身を遂げたレジェンド
そんなレジェンドに中国から謎の白い箱が届いたの。衝撃すぎる箱の中身とは一体。そんなことよりちょっとあんたしばらく見ないうちにめちゃくちゃ恥じ散らかってるじゃないのよ。次回レジェンドシス。